ということで、加賀フィッシングエリアさんでーす。久々っすね。1年経ったかな。今午後1時ぐらい、1時ぐらいですかね。はい、午後からの聴講になります。とりあえずまた全く分かんないので、いや荷物多め、1号機から行きたいと思います。これ2号ですね。これ2号、あの奥が1号。空いてますね。広いからね。北関東自動車道の、佐野田沼インターっていうのが東北自動車道とつながりまして、めちゃアクセスが良くなりました。そこからですと多分10分以内で来れると思うんですよね。あの佐野田沼から加賀さんまで、なのでうちから多分1時間10分ぐらいで来れるんじゃないかなと思うんですけど、はい、すごくアクセスが良くなりましたね。荷物多め。はい、じゃあまだ1号駅から釣りたいと思います。いやこれでバンバン釣れたらね、あライスがあるね。バンバン釣れたら本当にしょっちゅう来れるエリアさんになるので結構楽しみですね。あ、ライズありますね。はい、どうなるでしょうか。はい、それじゃあ、68K 赤、K 青、リミテッドでいきます。で、ちょっと全然わかんないんで、また1号池のここから行こうかなと思います。ちょっと見ると非常に水がクリアで魚も見えますので、とこっから行けばいいかなと思います。それでライズが真ん中、やっぱ真ん中なんですね。ライズが結構真ん中でドバドバあるので、まあ波動の 1.7 とか NSC の 1.8 かな。まあ届く範囲でなるべく軽くしようとは思います。その辺アルビノとかも結構いるので、とりあえずまだ近場を狙ってから、はい、遠投したいと思います。 68K 帰ってきてよかったな。ぴったりっすね。はい、じゃあ頑張ってみたいと思います。